まあいろいろね出会いがありますね。でも出会いをものにしてね、なんか成長していくのはほら、大体俺たち多分そんなにね10代のやつとかいないだろそれ以外は言わないけどね、本当に多分みんなそれぞれ人生ね、年齢重ねて人見るものを持ってやってきてると思うんだけど、多分、こうやっていい仲間とね一緒の箱でこんなにバカさんでできてね、今夜はあれだね、きっとこの大阪近郊ではこの今この瞬間は多分日本で一番暑いだろうね。ねえ、待って感謝します。ありがとう。最後に、心を込めてやろう。希望の歌を聞かれるでしょう。Come on.